はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回も、ファークライプライマル、続きやっていきます。ウルキが3度目の生を手に入れたらしく、また生き返ってたので、クエスト受けよう。ウルキの新しい匂い。ウルキがクマから身を守れるようにしてやれ。クマに殺されるパターンだな、これ。ロンチャー!ロンチャー!オー、ナハース!ウー!ウー!Harsh Urki, whack harsh! Whack what Dadry? Whack what Dadry? Harsh Urki, fat ass cash yarsh! Ksai. Urki nawa fadas dausa. Urki nawa fat ass. Shrash! Shrash! Oh, pass the mask and nawa fat ass! Nawa fat ass! How harsh!Chitawa! Woo! Oh! Who fat ass wada? Harspar, Sakwabara Budakwala, Sakwabara Budakwala! Woo! Quais harsbarum? Trash! Tawada! Tawada! Trash! Uruki の新しい匂い。クマを連れてこいったって。まあ、まずは匂いの材料を集めるか。タイガー。さあ、かなり開けてるところに来たけど、マンモスもいる。手なずけた数ん?手なずけた数言っても、あ、間違った。ヒグマならいるんだけどな。うん、ヒグマ OK。 おお、サイの糞、これじゃね?臭そう。うわ、拾った。サイの糞ゲット。糞集めか、これ。糞集めよう。ここにもある。はい。ここにもある。あとは。あー、ここにもある。なんか、煙みたいのが出てるのがね。おお。そっか、ヒグマがいるからサイ近寄ってこないのか。あそこにもある。フンゲット。あとはミツバチの巣だな。ん?よっしゃ、イジラも倒しつつ、ミツバチの巣、あれだ。だけどミツバチの巣、これ普通に近づけば取れるやつだったかなーっていう前に、敵がいる?ん?あ、なるほど。おお、ヒグマ同士が戦ってる。よし、お前も行ってこい。あ、逃げてった。蜂の巣があるけど、これ近づけば取れるんだったっけ。取れた。クマはミツバチの巣を好むか。これもゲット。蜂蜜が垂れてる。あんな高いとこにあんのか。あれ敵なんだけど、これも敵なんだけど。待って、あいつ増援呼んでくれちゃう人、まさか。オッケー、おい、ヒグマがいるぞ。槍攻撃、槍攻撃。おお、近い近い。オッケー。あれだね、高いな。
あれ壊せばいいかな。蜂まで寄ってこない？これ大丈夫？あれこれ拾えない？これは拾えないんだ。上まで登んないと。グラップル、さあ蜂の巣ゲット。さあウルキ、今回はどんなパフォーマンスを見せてくれるんだ。戻ろう。おーっと危ない。今一瞬見えたのイジラだったよな。クマは元から手なずけてたからいいとして、ここでいい。持ってきたよ。臭い。クマに指示してウルキに攻撃させろ。本当にいい？本当にいいの？絶対またやられるぞ。よし、行ってこい。ダメじゃん。ウルキの新しい匂い完了。あー、これ何回死んでんだよウルキ。はい、処理しようね。はい、臭いよ。これでよし。さあ、じゃあまたウルキが生き返ったらウルキのクエストやろう。スキル3ポイント、拠点制圧に行こう。もっとなんかベリーハード、ハード系拠点多いな。ロッドレイク拠点制圧に行こう。で、タイガーに交代して、ここだね。追ってこう。うん。おい、おい。おい、ウーダム。オッケー。さあ近づいてきたけど、ここ上登りたいな。タイガーここで待機。うん、ここも集落だ。偵察。どうかな。笛の出来。これなんだ、これ温泉？温泉でも湧き出てんの？笛がある。捕虜がいる。結構いるな。結構いるし、結構開けてる。で、捕虜2人いるんだ。フクロウ遠すぎるというのはどこまで限界できるんだろう。これじゃ無理。もうちょっと近づくか。タイガーにはちょっと待機してもらおう。温泉地だ。ロッドレイク拠点湧き出てる。どう攻めるかな。おお、そこにもいる。こいつテイクダウンできそう。
あ、待て待て待て、なんでここにいんの。タイガー危ないよ、そんなとこいたら。ここにもいた。タイガーあそこにいて、いてもらおう。テイクダウン。こいつの死体は持ってこう。そこの岩の後ろに隠そう。そい。完全ステルスやりたいな。防御が硬いやつはいないのか今回。どうしようかな。動物召喚かな。これダメージ受けるものではない。ああ、毒なんだ。温泉なんかじゃない。あ、でも温泉か。おお、おお、お、あれだ、三混じりの温泉だ。あ、上から降りてきたやつか、こいつ。はっ、バレてない。と三混じりのとこに下ろしとこう。はい。うわ、沈んでった。さあ、これ中入れそうだが、召使いか、やつは。おお、見つかる。だけど走って逃げて他の敵に見つかったらまずいから、二人ともやっときたいな。奴隷だけども、見張りも結構いるから、ここは下がって動物だな。動物使おう。この辺でまずは移動してもらおう。こっち。こいつだな。オッケー。どんどん暴れろ。燃えてるけど大丈夫。これどうと大半やれるんじゃないか、これで。こっちにもいる。オッケー、こいつ。うん、あとこいつだけじゃないのこれ。でもこいつ倒せって指示しても多分無理だもんな。下がってもらおう。ここはわりかし簡単なところなのでは。おお、見つかる。警戒してるな。槍でブスリでいけるかな。火つけちゃって。
槍ぶすりでいけそう。槍ぶすり、よし。よし、ステルス成功。おお、もう勝手に割れた。仲間も助かった。さあ7人増加、176人。今これで経験値ボーナスがプラス 28%。 あと2ポイント貯めて、ちょっと多いけどここアンロックしちゃう、体力強化。よし、もう一回どっか拠点制圧いけるな。ここ制圧しよう。サンドウォーターのかがり火、かがり火だ。頼りになるタイガー。そこまで一緒に行こう。かがり火は結構近かった。偵察しよう。ん？動物いるな。スキルを上げればフクロウが檻を割ることもできるらしいけど、今それないから自分で壊しに行こう。サンドウォーターのかがり火、折り壊しちゃうか。まずよし、どんなもんか様子見よう。逃げちゃった？そんなことはないな。いや、逃げちゃうのか。逃げちゃうのかい。逃げちゃうんかい。普通に逃げちゃった。ん？待て、サーベルタイガーに接近してってるよ。大丈夫か？スルーしちゃう。ならば、凶暴化爆弾かな。固めのやつにぶん投げちゃいたい。ナイフだな。見つかる。ナイフだ。どうなる？戦ってる、戦ってる。ここにサーベルタイガーも呼んでみよう。あ、防御高いやつぶっ殺された。よし、オッケー。ステルスクリアで、かがり火を点火と。かがり火も結構ダッシュしてきてる。さて、まだいけそうだけどどうしようかな。ベリーハードなんだ。どっちもベリーハードだ。うん、どうしようかな。ちょっと短いかもしんないけど、今回ここまでにしようかな。こっち側制圧したんで、ファイアスクリーマトリで次回じゃあ陥落に行こう。よし。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。